皆様こんにちは、サイエスホームのあさとです。小初です。今回ご紹介するのは海の見える大パノラマのお家です。床面積50坪の2階建ては海を望める絶好のロケーションとホテルライクなモダンデザインが魅力のお家。生活感を隠せるアイランドキッチンの大容量背面収納や置き型のバスタブをセレクトした高級感のある浴室も必見です。今回の敷地は約80坪で、住宅街の中にありながら高台に位置しておりますので海を一望できる場所になっております。駐車場は前面に3台停められるスペースとなっております。土間はほうきで掃いたような吹き引き仕上げとなっておりますので、雨の日でも滑りにくく安全な駐車場となっております。ポーチは土間で仕上げており、駐車場と同じ仕上げにすることで駐車場と一体感が生まれ、より広く見えるようになっております。今回玄関扉はピクシルのプレネス X を採用しております。カラーはダークブラウン、シルバーのハンドルをセレクトしております。アクシル調ですがアルミ製ですので錆びにくい仕様となっております。また親子扉となっておりますので、小さい扉の方を開くと開口が広くなる仕様となっております。また今回の玄関ポーチは広々としておりますので、家族が同時に出入りする際にもスムーズに使用することができ、特に大きなお荷物を運ぶ際やベビーカーの出し入れにも便利な仕様となっております。それでは中に入っていきましょう。続いて玄関ホールをご紹介いたします。玄関ホールは広さが 2.6 畳ございます。今回の玄関テールは長方形型を採用しておりますので、空間に奥行きが生まれ、より玄関を広く見せることができます。こちらには主人クローゼットの入り口を設けておりまして、こちらの方にはリビングへつながる入り口を設けております。続いて主人クローゼットをご紹介いたします。囚人クローゼットの扉にも使われているウッドワンのドレタスパールホワイトカラーは、この後ご紹介するお部屋の入り口すべてに使われております。今回の建具は2m25cm のハイドアとなっております。また天井高も標準の 2m60cm から 2m35cm に下げた仕様となっておりますので、天井高を合わせることで空間に広がりを持たせることができています。それでは中をご紹介いたします。こちらの修繕クローゼットは広さが 2.1 畳ございます。こちらに可動式の棚板を設けておりますので、収納するものの高さに合わせてこちらの棚板の高さを調節することができます。またこちらには後ほどご紹介するリビングへつながる扉を設けております。お客様動線と家族動線を分けることで玄関周りをすっきりと見せることができます。続いて LDK のご紹介をします。こちらの LDK は 22.4 畳の広さとなっており、より広く感じられる工夫がされた設計となっております。広く感じる工夫として、サイエスホームの標準の天井高がこちらの 2m60cm になるのですが、周りの天井高を 2m35cm にすることで、こちらの天井高を上げているように感じれるようになっております。また、こ
ちらの6枚の掛け出し窓の高さを室内のドアと同じ2メートル25センチの高さにすることで、より広く見えるような工夫がされております。こちらには寿司さんの支給のテレビボードを壁付けで設置しております。壁付けで設置することで床が見えるようになるため、空間がより広く見えるようになります。またこちらには折り込みを設けており、カーテンレールを隠すことができるため、空間に一体感を持たせることができます。また今回使用している床材はオプションの無垢材であるクロアチアオークを採用しております。クロアチアオークは硬質ではっきりとした木目が特徴です。こちらの掃き出し窓を開けると、今回の見どころでもある海の見えるテラスへとつながります。今回デッキには木目調のタイルを使用しております。タイルのデッキの特徴として、水洗いができるため手入れが楽な点が特徴です。手すりにはスチール製の手すりを採用しており、強度が高く細いデザインのため、リビングからも景色を見ることができます。続いてキッチンをご紹介いたします。キッチンはパナソニックの L クラスを採用しております。パネルカラーはモイストホワイトとなっており、キッチン前に収納を設けておりますので、調理道具が多い方であったり、キッチン周りをすっきりと見せたい方におすすめの仕様となっております。また L クラスの特徴であるトワイドコンロ、こちらはご家族みんなでキッチンワークがゆとりを持って作業できるよう、三つ口のコンロとなっております。またトッププレートとカウンターに段差がないので、ご家族で調理をする際、下ごしらえの準備や盛り付け作業にとても便利な仕様となっております。また今回パナソニックのスゴピカ素材を採用しておりますので、傷に強く汚れも目立ちにくい仕様となっております。こちらの水回りの方は隙間レスになっているので、お掃除も楽にすることができます。こちらの L クラスのキッチンには深型の食洗機を設けております。こちらの食洗機はパネルのカラーと同じものを使用しておりますので、とてもすっきりした印象の食洗機となっております。中を開けますと、深型の食洗機になっているので、大きめのお皿であったり、深めのお鍋を一度にご家族の食器と洗うことができるようになっております。キッチン横には階段下収納
階段の下を有効活用した収納スペースを設けております。そして間仕切り戸を設けた横の方には冷蔵庫をすっきりと収納できるようにスペースを設けております。続いてキッチン後ろの大容量収納をご紹介いたします。今回の収納は南海ブライウッドのプリモとグッドを採用しております。こちらの引き戸はスモークグレーを採用しておりますので、中がうっすら見えており、空間自体に奥行きが生まれるようになっております。こちらの棚の中をご紹介いたします。こちらの収納は棚板を7段設けておりまして、こちら可動式の棚板となっているので、お皿の高さに合わせて棚板の高さを調整することができます。横の方には調理家電も収納できるよう大きめの高さに設定しております。こちらの前にスライドすると出てくる仕様となっておりますので、調理をする際にも便利になっております。は 2.3 畳の広さとなっております。またガラス張りにしているため、海を眺めながらお風呂に入ることができます。シューズインクローゼットの続いて…ぐちゃぐちゃ続いて LDK のご紹介をします。すいません、なんかこんなっちゃいました海の見えるテラスへとつながります。続いてリビング横の洗面室をご紹介します。今回はパナソニックのダシスという商品を採用しております。こちらの商品は具材を一つ一つ選べるため、オーダー感覚で使い勝手に合わせてカスタマイズすることができます。また洗面ボウルを2つ設けているため、朝の身支度の際に混雑を防ぐことができます。また照明のオンオフを手をかざすだけですることができます。
いて脱衣室のご紹介をします。脱衣室は 1.3 畳の広さとなっております。こちらに洗濯機を設けることで来客の際に洗面室を気兼ねなくご利用いただけます。続いて浴室のご紹介をします。こちらの浴室は 2.3 畳の広さとなっております。またガラス張りにしているため海を眺めながらお風呂に入ることができます。両開きドアにしているためテラスへ行くことも可能になります。浴槽はお施主様支給品の浮き型の浴槽を採用していたり、タイルにはグレーとライトグレーを採用しており、高級ホテルのような雰囲気を演出しております。続いて1階トイレをご紹介いたします。こちらのトイレの広さは 1.7 畳となっております。ここには等々のレストルーム、ドレッサー一式を入れておりますので、通常のお手洗い、通常のトイレよりも広めの仕様となっております。またお施主様支給品の鏡や紙巻き機を追加しております。こちらの方には TOTO のネオレスト RS2 を入れております。続いて主寝室をご紹介いたします。主寝室は広さが 8.9 畳ございます。主寝室の方にも大きな吹き出し窓を設けておりますので、こちらからテラスで出ることができ、海を眺めることができます。今回の建物は居室すべて海を望める設計となっております。続いて2階をご紹介いたします。2階へ上がる階段は蹴上げが18センチ、踏み面が28センチの仕様となっておりますので、登りやすいよう設計されております。また今回の階段の幅を通常よりも広めに設定しておりますので、お荷物を持って2階へ上がる際も壁を傷つけずに上げ2階へ上がることができます。2階の廊下には空間に奥行きを感じられるようスチール製の手すりを設けております。また2階には居室を3つ、奥の方に書斎を1つ、そしてお手洗いを1箇所設けております。1階の方には主寝室を設けておりますので、老後駆除を重ねていった後1階部分で生活をして、2階の方は客間やお子様のお部屋としてお使いいただけるようになっております。
続いて2階の寝室をご紹介いたします。2階の寝室入り口もハイドアとなっており、天井高2メートル35センチと合わせた仕様となっております。こちらの寝室の広さは 8.9 畳となっております。これからご紹介するお部屋もすべて部屋の方から海を眺めることができ、またテラスにも出れるような設計となっております。そしてお部屋も1箇所ずつクローゼットを設けております。クローゼットの中は広さが 2.4 畳となっております。今紹介した隣のお部屋も同じ広さの 8.9 畳のお部屋を設けてあります。隣のお部屋は 11.7 畳の大きなお部屋を設けております。こちらのお部屋は客間として使えるよう広めに設計しております。こちらには広めのウォークインクローゼット 3.2 畳のクローゼットを設けております。続いて書斎をご紹介いたします。こちらの書斎の広さが 3.6 畳となっております。書斎には大きな吹き出し窓を設けずに、上の方に窓を設けておりますので、日中は日差しの影響を受けることなく集中して作業をすることができます。続いて2階トイレをご紹介いたします。2階トイレも1階と同じトイレを採用しております。少し異なっている点として、お施主様支給品の鏡の枠をブラックゴールドからブラックに変更しております。また2階にお手洗いを設けるメリットとして、トイレのために1階に降りなくても2階で用を足すことができますので、2階建てを検討中のお客様におすすめの設計です。いかがでしたでしょうか。本日ご紹介したのは2階建て E コンパクト50坪のお家でした。海の見える開放的なリビングや空間を広く見せる工夫がたくさん詰まったお家でしたね。今回は動画で紹介しましたが、ブックフローリングや漆喰板の自然素材の良さは実際に体感してみるとさらに魅力が感じられるかと思います。ぜひモデルハウスや完成見学会にも足を運んでみてくださいね。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。
もっと詳しい情報を知りたいと思われた方はお気軽にお問い合わせください。また他の物件の写真や情報はインスタグラムやホームページなどをご覧ください。これから他の物件の情報もどんどん紹介していきますので、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。さやそーま、皆様のご来場を心よりお待ちしております。照明の調光を下手くそかいかがでしたでしょうか。ごめんなさい。